こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。で、もう始まってるやん。まあな。今回は、チームバトルモードを。デフォルト設定、コンティニューなしでクリアするぜ。ほう。アーケードでも、ドリキャスでも。チームバトルはほとんどやったことがない。てか、やらなかったんだ。なんで？ノーマルモードってか最初のバーチャファイター3は、ロケテストからやったくらいだし。東京、横浜、大阪まで行ったのね。それくらいハマっていたんだが、チームバトルは、なんでチームで戦うん？な感じで、面白さが理解できず。チームバトルが出た後もノーマルモードでやってたぜ。ん、わからないではないわね。同じくらいの時期、鉄拳でもあったけど、バーチャファイター3と同じく、続かなかったわね。そういう意味では貴重なのかな？バーチャファイター3は、やっぱり経路が違うんだね。やっぱりチームバトルもガチゲーマーデイには、アンチュと同じように不動だったんだろうな。そうね。続きアンチュ。もし、まあ、やってみると、ステージ8でも、相手が変わるんで、ノーマルモードのステージ8で、あらあ、チャッキーやん、なんかより。よっぽど、気が楽だし、クリアもしやすいぜ。3人のうち、チャッキー行ったりなんて時もあるけどね。3回戦うよりはマシだぜ。ま、そうね。はい、オープニング終わり。うぷぬし、相変わらず好きねー。変わらんな。ロードが長いのも変わらないわね。出た。ショート動画にしたいな。うぷぬし、押した。一番最初に出てくるぜ。うぷぬし、どの3人を使うの？まあ、見てみ。パイばっかりやん。うぷぬし、パイしか動かせないしな、今も。当時、乱入してやったら、反対側から、灰皿飛んできそうね。ここから、うぷぬしのいつものワンパターンな戦いだな。視聴者の皆様方、最後までよろしくお願いいたします。ウプヌシ、負けてるやん。ま、1ラウンド目でゲージ、結構削られてたからな。2ラウンド目開始時点で少し戻るが、それでも少しは削られた状態で始めるからな。なんて、言い訳ができるのね。そうや。ファイト4レディーゴウプヌシ、青よりリングアウトさせたかったみたいね。そうだな、ギリギリできなかったが。ウプヌシ、ジェフリー・ウルフ・タカアラシは、どれだけステージが進んでも、楽勝のはずなんだが、このバーチャファイター3は、勝つけど手こずるな。e スポーツなんかじゃ、簡単に勝ってるけどね。そうなんだよな。このウルフに勝ったけど、ゲージほとんど残っていないし。仕様の違い？には空腹が足りないわ。
で、次ラウダシ。明らかに不利ね。負けて当然ね。しゃあないな。すんません。意外とさらにはてこずらんな。ステージの進行度にもよるけどね。ま、仕様なのか、ジャッキーよりは倒しやすいな。Ready, go! ステージ3だけど、ギリギリジャッキーに勝った。Ready, go! ジャッキー戦でゲージをかなり削られたから。葵に一発エクセレント負けや。あんたに捧げる前や。そりゃ、どうも。Fight 3! Ready, go!チームバトル特有の CPU 2人名攻の CPU のステージ以外で戦うのが新鮮ね。すんません。Fight one, ready, go! アキラは意外と倒しやすいんだよな。うく主の使うバイトの相性かしらね。Fight 2, ready, go!
Fight! One! Ready! Go!外来を受診してください。リオンのダウンジャケットって文句で言うかな。ステージ6の CPU 5は強いな。やっぱりクンフー足りないわね。ファイト4レディーゴー。
Fight five. Ready, go! Fight one. Ready, go!屋根から落として欲しかったな。あなたには空腹が足りないわ。ファイト4レディーゴわ。ファイト1レディーゴー。あなたには空腹が足りないわ。Fight two, ready, go! あなたには空腹が足りないわ。Fight three! Ready, go! I look forward to our next bout! 想定ないね。Fight four! Ready, go! ジャッキーに2連敗したわよ。次は互いに後がない一騎打ちだな。Fight five. Ready, go! Fight, 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 fight.
足りないわ。一応、クリアしたわね。次はデュラル3連発だぜ。ファイト1、レディー、ゴー！やっぱりクンフ足りないわね。ファイト4、レディー、ゴー！コンティニューはしたくないぞ。コンティニューなしでクリアしたわね。エンディングだな。ネームエントリー画面出るぞ。何回やっても、ここは楽しいわね。で、今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの手にやリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ゲームオーバー。